さあ終わったせ いた致しました。映画には一言も二言もあるゲストの方に、この週末借りたいおすすめの一本、週末これ借りよう作品を伺います。番組2周年ということで、満を持してお迎えする今回のゲスト、<laughs> ライムスターの歌丸さんです。はい、お邪魔します。すすますよろしくお願いします。どんだけハードルをね、<laughs> 上げてもらって、本当に。逆に先に言っておきますよ。はい、俺わかんないこと、わかんないって。いや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 。あのね、いや、とはいえね、はい、あのー、本当に出たかったんですよ。なんで呼ばれないのかなと思って。はい、もう完全にこれはもう嫌われ。 てるんだとあの、毎週僕もその映画表をやってるんでしょ、この TBS ラジオで。まあ、ある意味このコーナーの逆のね、そのなんかまあ、細かいことをさ、ぐじ,ぐじ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 やるってなってるんで、多分もう、まあ、いけすかねえなと。思われてるんだろうなと。<laughs> あ、今、玉結びのスタジオで、生スタジオで聞いている、 玉袋すり太郎さんから、よくね、あの、歌わがさ、テレさ、なんで俺呼ばれねえんだって酔うと言うんだよそうなんですよ。玉さんとはよくね、飲み上げてるんですけど、そこで、なんでだろうと俺嫌われてんのかなみたいな。でね、それをね、言えば言うほど、情報が入れば、入るほどね。呼びにきいよ入る言う。それはそうですね。これはちょっと自分もちょっと考えが浅かったという。でもね、ある意味、 ウィーケンドシャッフルのその映画のコーナーが映画が盛り上がれば盛り上がるほどこっちはすごいプレッシャーになるのは番組としてのスタンスが真逆っていうか映画好きな人いっぱい聞いてくれよっていう番組や俺は逆に俺みたいな映画わかんねえ人間でもここで教わった映画見るとこんなに楽しいからむしろわかんねえ人聞いてだからそこは こっち固めてから歌丸さんに話聞こうみたいなとこあるのいや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 、そんな思ったら僕もすごい気合い入れてきましたから。<で>ただね、正直気合い入れすぎて、あの、考えすぎている結果になってる可能性もあります、<laughs> 正直。だから、<laughs> ちょっとひね、<laughs> ひねりすぎた可能性もあります、ちょっと。ただね、あの、自信作ですよ。ものすごく考え抜いたんで。はい。じゃあ、タイトルいただきますか。はい。はい。え私が紹介するのはですね、日本では2006年に公開されたアメリカ映画で、<laughs> ハッスルフローという作品を紹介したと思います。 さあ、勇気を出します。はい。全く存じ上げません。最近ですよね。比較的最近ですけどね。<れ>あの、ね、ものすごいヒストリーとしか公開されてないんですね、これね。なんですけど、あのー、非常にアメリカでは評価が高く、どれぐらい評価が高いかというと、その年のアカデミー賞の歌曲賞というのを取ってます。はい、はい。はい。要するに、主題歌賞というかな、あ、はい、の、劇中で流れる曲が、うん、えー、アカデミー賞を取ってる。あと、うん、えー、主演のテレンス・ハワードという俳優さんが、主演男優賞にノミネートされました。へー。で、 すごくあの、強調しておきたいのは、クレイグ・ブリューアーさんという監督さんは全く当時無名です。全く無名。<ー>だし、扱ってるのが、ラップヒップホップを題材にしている作品なんですよね。で、なおかつそのサウス、え南部っていうね、ものすごく要するにマイナージャンルというかですね、あのー、を扱っているのに、そういうアカデミー賞の候補になってしまったと。これ、いかにこの作品が質が高いかということがね、もうこの時点でもう結構ね、伺えるんじゃないかと思うんですよ、ね。いや、すげえなって思うのは、 ヒップホップでしょはい。ライムスターの歌丸さんでしょはい。私本業ラップをやっております、ね。って <laughs> いうね。<laughs> はい そういうね、本業の人って、そこをテーマにした映画を意外に評価しないっていうか、そこ一個ハードル高くなるじゃないですか。なるほど、僕、落語家だったから、落語をテーマにしてる映画とかがあると、そんなんじゃねえってなっちゃうと思う。あと映画に出てくるラジオパーソナリティでしょものすごい引っかかりませんあれ。俺、ドラマで、ラジオパーソナリティの役やったことあるじいですそんなんじゃねえよ、なありますよね。ハードルもう一段階上がるわけじゃないですか。にもかかわらず、この、 ハッスルフローはい,いはい。あの、おっしゃる通り、映画としても質が高いし、えっ、ー、と、描かれ方、ラップヒップホップの描かれ方が、プロとしても納得できるものって実はあんまりないんですよ。うん、なんですけど、これは、要するに、映画としての質がものすごい高い、ハッスルフローは。うん、なので、自信を。<ー>で、これ、逆に言えば、これを見たことで、ラップヒップホップみたいなものに、多分皆さんね、これを聞きの皆さんは、まあ、あんまりお詳しくないというか、むしろ、あの、よう、チェキダッチョでしょうなんつって、うん、距離を感じられてる方多いと思うんだけど、うん、この作品を見ることで、あ、こういう良さがあるのかとか、 こういう風うに生み出されていくものなのかっていうのも伝わるかなと思って、あえてちょっとこの本業ただね、作品として本当にね、これさ、いい作品なの自信があるんです、僕は。ただ、せっかくだから、ちょっとビビらせたいの。<笑><笑>せっかくかあの、逆パターンもあって、うん,うん。あまりに本業であるから、こだわりがありすぎて、好きすぎて、突き抜けるパターンであるじゃないですか。例えばね、はいはい、例えば、うんうん ラジオの時間、三谷幸喜さん。ああ、はいはいはい、はいあ。みんなが面白いってみんなが面白いって言うんだけれども、俺ダメなんですよ。いや、わかります。<laughs> やっぱりラジオやってるから、そんなことありえないってなっちゃうから、そこは物語としては些細な頃だし、そこをみんなスルーした方が面白いのは分かっても全部引っかかるからダメなんです。だけど、周りに見た人聞くとみんな面白いって言うっていう、知ってるが言えない現象ある。<laughs> 確かにね、それははいはい。 これはでもね、あの、描き方多少誇張している部分もあるんですが、例えばデモテープをね、はい、作ると、はい、音楽をあの初めて作ってみるというところで、多少誇張はしてますけど、一番本質の部分、つまりあの、こういうところが好きで僕たちは音楽を作ってるんだよねっていうところがちゃんと本質が描かれてるので、なるほどあの、僕は問題ないと思っております。 大丈夫かな俺自分で自分の首。緊張してますね。あ,<ー>あの、今もうね、あの、ものすごい全身に力が入りまくってるんでね。<laughs> はい。あのー、なんとりもの緊張してますもん、<laughs> 何これ。なれ今日椅子に座ってますけど、絶対心の中正座してますよね。そうですよ。もう、正座っていうか土下座ですね。土下座。<laughs> <laughs> 擦りつけてる状態ですよね。でもなんかわかんないけど、 その好きな映画が共有できた瞬間にものすごい人って近くなったりするじゃないですか。すね、映画に限らず好きなものが、はいはい。はいはいはい、そこ気に入ってるんだっていう、うん、俺も教えてくれてありがとうみたいなのありますから、はい、はい。はいはい、そんな中で一応3つのポイント、おすすめポイント。すすめポイント。はい。じゃあポイントをまず1。負け犬たちのワンスアゲン映画の傑作。 考え抜いてきたでしょ考え抜いてきた。もうすごい、ちゃんとした。<laughs> 帯,で帯,帯ですよ、これ。帯です帯です。<え>はい。あの、どういうタイプの映画を指しているかというと、ロッキー。 ロッキー。はい。はい。要するにあれは、ずっとくすぶっていた男が、もう一回立ち上がる話。これを、え、け犬たちのワンサーゲイン映画という。ま、ちょっとここにさりげなくライムスターの曲のタイトルを言えるというね、いやらしさもちょっと。そんなの入ってんですよ。これワンサーゲイン。どうしよう分からなかった。ワンサーゲインっていうね、曲が。いや、難しいよ。ま、消いてるライムスターファンの人は、全然そこ、そこ行けよ、そこ行けよ、みたいになってるか。そこのところが引っかかる精神状態じゃないので大丈夫です。全然もうね、緊張してるんで。で、あの、ラップヒップホップが題材ということで、ちょっと距離感を感じられる方がいるかもしれませんが、あの、 要は、ロッキーみたいなタイプの映画だと思っていただければいいですよ、と。うん、ということで、このハッサンド・フ・ローもですね、えー、人生の底辺、どういうふうな底辺かというと、いわゆる、こう、ポン引き家業、売春を斡旋する仕事、あとは、まあ、ドラッグディーラーなんかもやってる。<ー>ところが、彼は、昔はラッパーを志していたこともあったらしい。 で、ふとしたことから、まあ、要は借金をしてたですね、男がですね、ちょっと、これで勘弁してくれ、今日はっ、つったら、おもちゃのちっちゃなですね、おもちゃってうおもちゃに見えるようなちっちゃなキーボードをこう渡す。で、最初は赤ちゃんと一緒にですね、こうやって遊んでるんですね、こうやって、ほら、音楽だぞ、なんつって。そうすると自分がだんだん楽しくなってきちゃって、うん、ビートがこうなってきて、えー、だんだん音楽への情熱が、うん、え盛り上がってくる。で、もう一回人生、俺の人生、これでおしまいなのか、っていう男が、もう一回、ラップのそのデモテープを作ると。 で、それを何、何を目標にするかっていうと、この目標のチンケさが素晴らしいんですけど、うん、えー、地元出身で成功した、もう要するに全米でものすごく大ヒットを飛ばしてるようなラッパーが帰ってくる。うん、で、そこでパーティーを開く、飲み会を開く。そこでデモテープ渡せば、俺、この生活から抜け出せるかもしれない。うん、で、デモテープを作ろうじゃないかということから始まる話なんですね。 うん、今のポイント1ですよ。ポイント 1, 1? ポイント1っす相当熱くなりましたけど。うんえー、あのー、うん、熱くなりすぎてとか緊張も込みで、あのー、ポイント2、3に話すべきことも随分入れてしまってま <laughs> <laughs> するんですけどね。うん、これが恐ろしいあたりです。<laughs> じゃあ、ポイント2に行きましょうか。はい、よしかさんのポイント 2,、はい、2, つ目 2> です。夢というものが持つ呪い的な側面というのを容赦なく見つめている。 これどういうことかみんなね、夢を持て、夢を持つことはいいこと。うん、ね、皆さん言いますよねいろんな、うん、まあ、えー、こういう場でも言いますし、うん、えー、歌なんかでも歌われますし、夢を持とうよ、なんつって。うん、でも、夢って、要するにそれ持った途端にその人を受縛する、一種の呪いでもあるという。わ、うん、かります。お笑い、やめどこ、難しい。<う>キングオブコント取ったバイキングじゃないけど、はいはい、あと、スギちゃんとかもそうだけど、十何年目で急に売れることも。可能性もあるからななくはないから。はい。 やめづらいし、あと今まで過ごした10年をゼロにするっていうこの怖さがある。その夢の呪いはいろんな世界にあると思う。あるんですよ。これちなみに夢は呪いだっていうのはですね、あの仮面ライダーファイズという作品の第8話。そこで出てくるセリフなんですよ。夢っていうのは呪いと同じだっていうの。ありがとうございます。ありがとうございます。あそうごす。それです。それです。まさにせん。絶そこが盛り上がると思う。ここで、ここで盛り上がってしまいました。ファイズのあの名台詞で、あのこれ先ほど僕がね、言いました。え、ライムスターの 恥ずかしながら、ワンスターゲインという曲の中にも引用させていただいた。な、ま、い、えー、色んなんなとこかかってるいろんなとこかかってる <laughs> で、えー、そういうことってあるじゃないですか。で、この作品はやっぱりその、夢のポジティブな側面だけじゃなくて、うん、えー、ネガティブな側面、呪い性みたいなものも、ちゃんと正面から描いてるんですね。で、ここをちゃんと描いているからこそですよ。デモテープできました。みんなの、要するに底辺にいる人たちの夢の結晶ですよ。 これを持って、えー、売れているラッパーのね、うん、パーティーに行くわけですよ。いや、俺一応顔見知りだからさ、とか言ってるわけですよ。うん、で、その、晴れの舞台を、晴れの舞台って言うけど、ただの飲み会ですからね。はい <laughs>。そこの、ここに、勢いよというかですね、緊張しながら、まさにここですよ。ここに乗り込んでくる時の僕の心境ですよ。<laughs> <laughs> そんな大丈夫だもんじゃない。みたいなところからもう、頼むからうまくいってくれと、願いながら見てるんですけど、うん やっぱりね、そうは問屋がおろさないっていうかね、ちょっと待って、ちょっと待って。ここまで喋っても面白いの、これ。<laughs> この、やっぱね、こっから先に、ものすごく恐ろしいことが起こってしまいますよっていうことは、やっぱり、僕はむしろ引きとして言っときたい。なるほど。うん。実は前半はものすごくですね、ゆったりと話が積み重なっていく話なんですね。なので、それこそ退屈だなーなんてね、最初に思われちゃ嫌だなーっていう俺の気遣いのしすぎ <laughs> <laughs> 良、ねええ、かれと思って、俺もそういう人に漫画を勧めるときも <laughs> ゲームを進めるときも良かれと思って話すのよ、話すんだけど、あそこは自分で気づきたかったみたいな人とかもいるから難しいけど、<laughs> <ん>だけどこれを超えていく配信があるから言ってるんですもんね。はいはい、まあ夢の結晶っていうのはつまり残酷な現実と向き合うことになるっていうのは、うん、これは、要するに何かに成功して万々歳みたいなそういう余ったる映画じゃないですよってことです。なるほど。うん これ一つには、ラップなんかやってるやつはチャラチャラした若い奴とかでしょとかね。そんなやつの話に共感できますかっていう人がい,いらっしゃると思って、要は、もう一回人生立ち上げようっていうのは僕らにとって普遍的な話だし、そこで現実の壁にぶつかってしまうっていうのも僕らの人生に起こりうる話だと。つまりこれは、普遍的な我々の人生の話でもあるんだということで、ね、お伝えするので、あえてネタバレに近い部分を 読ませていただきました。<laughs> さあ、びっくりすることにまだポイント2です。ポイントさ申し訳ございません,んで3です。はい、でも3は短いです。ということで、以上のような丁寧なドラマの積み重ねがを経た上で、エンドクレジットで先ほど言いましたアカデミー歌曲賞を取った曲が流れるんですね。うん、その瞬間にですね、私は断言したい。ラップヒップホップ、今まであんまり良さが分からなかったっていう人も、ああ、なるほど、これは、本当にグッと来るものだってことが、その瞬間に分かっていただけるんじゃないかと思います。うん それだけの力がこのエンドクレジットで流れる瞬間に、もうね、もう素晴らしい出方しますんで。へぇーハードル上げすぎか <laughs> なのか <laughs> でもこれ、まあもちろん我々山の内穴も僕も見てきますし、はい、できれば俺らより5年配の人もちょっと見てほしい、ね、本当に、あのむしろラップヒップホップというものに距離感を感じてらっしゃる方こそ本当に見ていただきたい。はい、あのね、これだけ熱く語られると、うん 二週間後にプレッシャーかかるのは我々です。<laughs> そうですね。やっぱりこれだけきちんと取り組んでいただくと、今週これ借りよう編に関しては、プレッシャーは歌丸さん側なんです。はい,はい、はい。で、逆に、あれ見たいよう編に関しては、俺らだから。<laughs> そうですね。ぜひ、あの、ラジオおっきいの皆さんはですね、スタイさんで借りていただいて、はい、ハッスルフロー。はい。刺さってくれて嬉しいです。はい。ということで、ゲストライムスターの歌丸さんです。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。 パターンもあって、うんうん、あまりに本業であるから、こだわりがありすぎて、好きすぎて、突き抜けるパターンってあるじゃないですか。例えばね、はいはい、例えば、うんうん ラジオの時間、三谷幸喜さん。ああ、はいはいはい、はい。あみんなが面白いって、みんなが面白いって言うんだけれども、俺ダメなんですよ。いや、わかります。<laughs> やっぱりラジオやってるから、そんなことありえないってなっちゃうから、そこは物語としては些細な頃だし、そこをみんなスルーした方が面白いのは分かっても全部引っかかるからダメなんです。だけど、周り見た人聞くとみんな面白いって言うっていう、うんうん、知ってるが言えない逆転現象か <laughs> 確かにね、それははいはい。 これはでもね、あの、描き方多少誇張している部分もあるんですが、例えばデモテープをね、はい、作ると、はい、音楽をあの初めて作ってみるというところで、多少誇張はしてますけど、一番本質の部分、つまりあの、こういうところが好きで僕たちは音楽を作ってるんだよねっていうところがちゃんと本質が描かれてるので、なるほどあの、僕は問題ないと思っております。 大丈夫か俺自分で自分の首。緊張してますね、えー。あの、今もうね、あの、ものすごい全身に力が入りまくってるんでね。<laughs> はい。あのー、何通りもの緊張してますもんね。なんかこれ今日椅子に座ってますけど、絶対心の中正座してますよね。そうですよ。もう、正座っていうか土下座ですね。こ <laughs> すりつけてる状態ですよね。でもなんかわかんないけど、 その好きな映画が共有できた瞬間にものすごい人って近くなったりするじゃないですか。すね、映画に限らず好きなものが、はいはい。はいはい、そこ気に入ってるんだっていう、うん、俺も教えてくれてありがとうみたいなのありますから、はい、はい。はいはい、そんな中で一応3つのポイント、はいはい、おすすめポイント。はい。じゃあポイントをまず1。負け犬たちのワンスアゲン映画の傑作。 考え抜いてきたでしょ考え抜いてきた。もうすごい、ちゃんとした。<laughs> 帯,で帯,帯ですよ、これ。帯ですコピーです。<え>はい。あの、どういうタイプの映画を指してるかというと、ロッキー。 ロッキー。はい。要するにあれは、ずっとくすぶっていた男が、もう一回立ち上がる話。これを、え、ま、ゲイヌたちのワンサーゲイン映画という。ま、ちょっとここにさりげなくライムスターの曲のタイトルを言えるというね、やらしさもちょっと。そんなの入ってんですよ。え、これワンサーゲイン。を分からなかった。ワンサーゲインっていうね、曲が入やめてくださいよ。ま、消いてるライムスターファンの人は、全然そこ、そこ行けよ、そこ行けよ、みたいになってるか。そこのところが引っかかる精神状態じゃないので、大丈夫です。全然もうね、緊張してるんで。で、あの、ラップヒップホップが題材ということで、ちょっと距離感を感じられる方がいるかもしれませんが、気を出します。 はい。全く存じ上げません。最近ですよね。最近。比較的最近ですけどね。あの、ものすごいヒストリとしか公開されてないんですね、これね。なんですけど、あの、非常にアメリカでは評価が高く、どれぐらい評価が高いかというと、その年のアカデミー賞の歌曲賞というのを取ってます。はい、はい。はい。要するに、まあ、主題歌賞というかなんか、あの、劇中で流れる曲が、えアカデミー賞を取ってる。あと、え主演のテレンス・ハワードという俳優さんが、主演男優賞にノミネートされました。へー。で、 すごくあの、強調しておきたいのは、クレイグ・ブリューアーさんという監督さんは全く当時無名です。全く無名。<ー>だし、扱ってるのが、ラップヒップホップを題材にしている作品なんですよね。で、なおかつその、サウス、え、南部っていうね、ものすごく要するにマイナージャンルというかですね、あのー、を扱っているのに、そういうアカデミー賞の候補になってしまったと。これ、いかにこの作品が質が高いかということがね、もうこの時点でもう結構ね、伺えるんじゃないかと思うんですよねいや。すげえなって思うのは、 ヒップホップでしょはい。ライムスターの歌丸さんでしょはい。私本業ラップをやっております、ね。って <laughs> いう,うね。はい そういうね、本業の人って、そこをテーマにした映画を意外に評価しないっていうか、そこ一個ハードル高くなるじゃないですか。なるほど、なるほど。僕、落語家だったから、落語をテーマにしてる映画とかがあると、そんなんじゃねえよってなっちゃうと思う。あと映画に出てくるラジオパーソナリティでしょものすごい引っかかりませんあれ。俺、ドラマで、ラジオパーソナリティの役やったことあるんゃないですか。そんなんじゃねえよって。ありますよね。ハードルもう一段階上がるわけじゃないですか。にもかかわらず、この、 ハッスルフローはい,いはい。あの、おっしゃる通り、映画としても質が高いし、えっ、ー、と、描かれ方、ラップヒップホップの描かれ方がプロとしても納得できるものって実はあんまりないんですよ。うん、なんですけど、これは要するに映画としての質がものすごい高い、ハッスルフロー、うん、なので、自信を。えー、で、これ、逆に言えばこれを見たことで、ラップヒップホップみたいなものに多分皆さんね、これをお聞きの皆さんは、まあ、あんまりお詳しくないというか、むしろ、あの、ようチェキラッチョでしょなんつって、うん、距離を感じられてる方多いと思うんだけど、うん、この作品を見ることで、あ、こういう良さがあるのかとか、 こういうふうに生み出されていくものなのかっていうのも伝わるかなと思って、<ー>あえてちょっとこの本業ただね、作品として本当にね、これさ、いい作品なの、自信があるんです、僕は。ただ、せっかくだから、ちょっとビビらせたいの。<laughs> <laughs> せっかくだから。<laughs> いたしました。映画には一言も二言もあるゲストの方に。この週末借りたい、おすすめの一本、週末これ借りよう作品を伺います。番組2周年ということで、満を持してお迎えする今回のゲスト。<laughs> ライムスターの歌丸さんです。はい、お,いお邪魔します。よろしくお願いします。ますどんだけハードルをね、<laughs> 上げてもらって、本当に。逆に先に言っておきますよ。はい、俺わかんないことわかんねえ。いや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 。あのね、いや、とはいえね。はい、あの、本当に出たかったんですよ。なんで呼ばれないのかなと思って。はい。もう完全にこれはもう嫌われて。 るんだとあの、毎週僕もその映画表をやってるんでしょ、この TBS ラジオで。まあ、ある意味このコーナーの逆のね、そのなんかまあ細かいことをさ、ぐじ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 やるってなってるんで、多分もう、ま、あいけすかねえなと。思われてるんだろうなと。<laughs> あ、今、玉結びのスタジオで、生スタジオで聞いている、 玉袋すり太郎さんから、よくね、あの、歌わんがさ、急にさ、なんで俺呼ばれねえんだって酔うと言うんだよ話をしてて。そうなんですよ。玉さんとはよくね、飲み上げてるんですけど、そこで、なんでだろうって俺嫌われてんのかな、みたいな。でね、それをね、言えば言うほど情報が入れば入るほどね。呼びにきいよ入う。それはそうですね。これはちょっと自分もちょっと考えが浅かったという。でもね、ある意味、 ウィーケンドシャッフルのその映画のコーナーが映画が盛り上がれば盛り上がるほどこっちはすごいプレッシャーになるのは番組としてのスタンスが真逆っていうか映画好きな人いっぱい聞いてくれよっていう番組や。俺は逆に俺みたいな映画わかんねえ人間でもここで教わった映画見るとこんなに楽しいからむしろわかんない人聞いてだからそこは こっち固めてから歌丸さんに話聞こうみたいなところあるのいや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 、そんな思ったら僕もすごい気合い入れてきましたから。ただね、正直気合い入れすぎて、あの、考えすぎている結果になってる可能性もあります、正直。<laughs> だから、<laughs> ちょっとひね、ひねりすぎた可能性もあります、ちょっと。ただね、あの、自信作ですよ。ものすごく考え抜いたんで。はい。じゃあ、タイトルいただきますか。はい。はい。えー、私が紹介するのはですね、日本では2006年に公開されたアメリカ映画で、<laughs> ハッスルフローという作品を紹介したと思います。 さあ言う。あの、要はロッキーみたいなタイプの映画だと思っていただければいいですよ、と。うん、ということで、このハッサンド・フ・ローもですね、えー、人生の底辺、どういう風な底辺かというと、いわゆるこう、ポン引き家業、売春を圧旋する仕事、あとはまあドラッグディーラーなんかもやっている。うん、ところが彼は昔はラッパーを志していたこともあったらしい。 で、ふとしたことから、まあ、要は借金をしてたですね、男がですね、ちょっと、これで勘弁してくれ今日はっ、つって、おもちゃのちっちゃなですね、おもちゃってかおもちゃに見えるようなちっちゃなキーボードをこう渡す。うんうん、で、最初は赤ちゃんと一緒にですね、こうやって遊んでるんですね、こうやって、ほら、音楽だぞ、なんつって。そうすると自分がだんだん楽しくなってきちゃって、うん、ビートがこうなってきて、えー、だんだん音楽への情熱が盛り上がってくる。うん、で、もう一回人生、俺の人生これでおしまいなのかっていう男が、もう一回ラップのそのデモテープを作ると。 で、それを何、何を目標にするかっていうと、この目標のチンケさが素晴らしいんですけど、うん、えー、地元出身で成功した、もう要するに全米でものすごく大ヒットを飛ばしているようなラッパーが帰ってくる。うん、で、そこでパーティーを開く、飲み会を開く。そこでデモテープ渡せば、俺、この生活から抜け出せるかもしれない。うん、で、デモテープを作ろうじゃないかということから始まる話なんですね。 今のポイント1ですよ。ポイント 1, 1? ポイント1っす。相当熱くなりましたけど。うんえー、あのー、熱くなりすぎてとか緊張も込みで、あのー、ポイント2、3に話すべきこともずいぶん入れてしまって,まってま、<laughs> <laughs> するんですけどね。うん、これが恐ろしいあたりです。じゃあ、ポイント2に行きましょうか。はい、吉田さんのポイント、はい、二つ目。夢というものが持つ呪い的な側面というのを容赦なく見つめている。これどういうことか みんなね、夢を持て、夢を持つことはいいこと。うん、ね、皆さん言いますよね、いろんな、うん、まあ、えー、こういう場でも言いますし、うん、えー、歌なんかでも歌われますし、夢を持とうよ、なんって。うん、でも、夢って、要するにそれ持った途端にその人を受縛する、一種の呪いでもあるという。わ、うん、かります。お笑いやめどこ難しい。そう<嘘>。キングオブコント撮ったバイキングじゃないけど、はい、はい、あと、スギちゃんとかもそうだけど、十何年目で急に売れることも。可能性はあるわけなくはないから。はい。 やめづらいし、あと今まで過ごした10年をゼロにするっていうこの怖さがある。はいその夢の呪いはいろんな世界にあると思う。あるんですよ。これちなみに夢は呪いだっていうのはですね、あの仮面ライダーファイズという作品の第8話。そこで出てくるセリフなんですよ。夢っていうのは呪いと同じだっていうの。ありがとうごす。ありがとうごりうす。あうす。ありうす。ありす。りがす。あそこが盛り上がると思わこうで、こうで盛り上がってしまいました。 ファイズのあの名台詞で、あのこれ先ほど僕がね、言いました、<ー>えー、ライムスターの恥ずかしながらワンスターゲインという曲の中にも引用させていただいた。いいろんないろんなとこかかってるいろんなとこってで、えー、そういうことってあるじゃないですか。で、この作品はやっぱりその夢のポジティブな側面だけじゃなくて、えー、ネガティブな側面、呪い性みたいなものもちゃんと正面から描いてるんですね。 で、ここをちゃんと描いているからこそですよ。で、モテープできました。みんなの、要するに底辺にいる人たちの夢の結晶ですよ。これをもって、えー、売れているラッパーのね、うん、パーティーに行くわけですよ。うん、いや、俺一応顔見知りだからさ、とか言ってるわけですよ。うん、で、その、晴れの舞台を、晴れの舞台って言うけど、ただの飲み会ですからね。<laughs> はい。そこの、ここに、勢きよというかですね、緊張しながら、まさにここですよ。ここに乗り込んでくる時の僕の心境ですよ。<laughs> そんな大丈夫なもんじゃみたいなところからもう、頼むからうまくいってくれ。 と、願いながら見てるんですけど、うん、やっぱりね、そうは問屋が下ろさないっていうかね、ちょっと待って、ちょっと待って。ここまで喋っても面白いの、これ。<laughs> この、やっぱね、こっから先に、ものすごく恐ろしいことが起こってしまいますよっていうことは、やっぱり、僕はむしろ引きとして言っときたい。なるほど、うん。実は前半はものすごくですね、ゆったりと話が積み重なっていく話なんですね。なので、それこそ退屈だなーなんてね、うん、最初に思われちゃ嫌だなーっていう俺の気遣いのしすぎ。<laughs> 難しいんですよね。良、ええ、かれと思って、<か>俺もそうも人に漫画を進めるときもゲームを進めるときも良かれと思って話すのよ。<laughs> 話すんだけど、あそこは自分で気づきたかったみたいな人とかもいるから難しいけど、<laughs> <ん>だけどこれを超えていく配信があるから言ってるんですもんね。はいはい、まあ夢の結晶っていうのはつまり残酷な現実と向き合うことになるっていうのは、うん、これは、要するに何かに成功して万々歳みたいなそういう余ったる映画じゃないですよってことです。なるほど。えーうん これ一つには、ラップなんかやってるやつはチャラチャラした若い奴とかでしょとかね。そんなやつの話に共感できますかっていう人がいらっしゃると思って、要はもう一回人生立ち上げようっていうのは僕らにとって普遍的な話だし、そこで現実の壁にぶつかってしまうっていうのも僕らの人生に起こり得る話だと。つまりこれは普遍的な我々の人生の話でも。